皆さん、こんにちは。今日は動物に引っかかれたり噛まれたりした時に傷跡を残らないように治す方法を紹介します。男性ならね、あんまり気にしないと思うんだけど、女性ならなるべく傷跡を残さずに治したいと思うので、私がいつも知っていて本当に効果のある方法を紹介します。まずですね、これは昨日の夜猫と遊んでて引っかかれて できた傷なんですけど猫に引っかかれたらまず即洗います即流水で洗い流して石鹸も使ってください猫のあの歯とか爪の中には菌がいっぱい含まれててそれが傷の治りを遅くするのでまずなるべくその菌を洗い流してからアルコールで殺菌しますそのアルコールが OK な人はアルコールで殺菌してくださいオキシドールは肌を傷めるので アルコールに敏感な人はまた別のものを使ってください。これはですね、私が以前作ったビワの廃棄機スなんですけど。The homemade rockwat tincture is quite easy to make. You just need to soak dried rockwat leaves. ビワの排気スは虫刺されにも効くし傷跡にもすごくよく効きます殺菌効果がすごくあってあとねあのいろんな成分が うまく説明できないんだけどあらゆるものに効くみたいで万能薬ですニキビにも効くしアトピーにも効くしとにかく理由はあんまりわからないんですけど科学的なことはでもあのー、昔から使われてて本当に効果があるので私は作ってはいろんな虫刺されとか子供の虫刺されとかあとニキビが一つポツンと出てき,できてしまった時とかにも使ってます 怪我した時にも便利だし旦那の腰痛とかにも効きますでこのビワのイキスをちょっとすり込んだらこれは白色ワセリンです結構ねあの抗生物質がいいと思ってる人いるみたいな,なんですけどアメリカの皮膚科医でさえさえあの白色ワセリンバセリンが 一番傷跡をきれいに直すのには一番い,いと言ってます抗生物質はね塗り続けると肌が薄くなって弱くなっちゃったりまた耐性がついて効かなくなっちゃったりするので本当にねあの重症のなんかこうやけどとか傷ができてしまった時とか以外はあんまり使わない方がいいです。あの これは個人的な意見なので抗生物質全然抵抗ないよって人はいいと思うんですけどあの白色ワセリンで十分傷はきれいに治るし傷の治りも早めてくれますで白色ワセリンって肌が荒れてる時も保湿剤としても使えるしあの赤ちゃんにもね安全だしすごく保湿効果が高いですだからこの白色ワセリンあの純度の高いものを買って純度の高いものを買って あの肌が乾燥するとき乳液とか美容液と混ぜて使ってもすごい保湿力がアップするしいろいろ使えるので唇にも使えるしおおすすめですすすすめめですで傷にもこうやって塗ってで、ね、傷ができてしまったあと3日間ぐらいはこの処置をしてくださいお風呂上がり。そうすすると自然にきれいに治ります 私今までいいっぱい家猫とかかかに引っっかかれててるけど、全然傷跡残まません。今まで猫4匹目です今飼っててでちっちゃい時とかもずっと遊んでて「あんた傷だらけになるからやめなさい」ってお母さんに言われても遊んでたぐらいなのに傷跡いっぱいついたけど残ってないのでこの方法が功を奏したんだと思います是非ねあのー、犬とかね あとともっとフェレットとか <laughs> いろいろ動物飼ってる人は白色ワセリンあとこのホームメイドのビュアノハイキスの作り方は私の過去の動画で解説してるしクックパッドにもアイモン料理部で検索していただけると作り方詳しく書いてるので是非検索して家で作ってみてください今日は動画見てくれてありがとうまたねバイバーイ